皆さんこんばんは、リサです。今日はね、最近のヘアケアについて紹介していこうと思います。まあ今もそうなんですけど、普段はねこんな感じでストレートでね過ごすことが多いので、今回はストレートにセットするときに使ってるアイテムをね紹介していこうと思います。それがこちらです。ジュレームファンタジストコンセントレートミストとリペアインテンシブセラムです。で、こういうねタイプの使い方するのは初めてだったんだけど、このミスト使った後にセラムを2ステップで使うのがおすすめです。面白いよね。まあもちろんね、単体でも全然効果はあるんですけど、本当にスキンケアと一緒、化粧水の後に美容液入れることでよりね髪にいいっていう、そういうアイテムです。そのね、発想なかったの。なんかスキンケアってさ、化粧水して美容液してクリームしてとかパックしてとかってあるけど、確かにねいつもさらっとなんかペッてつけるだけだったんだけど、2ステップって考え方は新しかったんで面白いなと思って使ってます。じゃあ早速ね、いつも使ってるやり方で紹介していこうと思います。はい、新作スタイル、ちょっとねこうやって髪の毛を出していってやるスタイルが可愛くてハマってますっていうのは置いといて、お風呂ね入ってきました。で、私いつもこれお風呂上がり乾かす前に使ってるので、今日は濡れた髪に使ってやっていきたいと思います。ちなみに乾いた髪にも濡れた髪にも両方使えます。50センチぐらいですねっていうちっちゃい情報を挟んでいったんだけど、それはどうでもよくてやっていくね。で、さっきちらっと話したんですけど、最初にこちらのミストから使っていきます。これをね、髪全体にしっかりかけていきます。ちなみにこれは10-in-1、すごいよね。10個の役割がありまして、保湿、ダメージ補正、保護、キューティクルコート、ヒートプロテクト、そしてヘアフレグランス、はい、っていう10の効果があります。完璧で、かけるときはまあこの感じで全然シャッシャッシャッと髪全体にしっかりかけていきます。毛先とかを中心にかけていきます。今多分岡山ぐらいまでねの方に香り届いてるかなと思うんですけど、ね、めっちゃいい香りするから、北海道来た？北海道来た？普段ね、私イベントとかお出かけとかちゃんとするときは香水つけるんだけど、あんまりこうそんなつけない、癖って意味わかんないけど、なんかあんまりつけないんですけど、ちょっとそこまで出かけるぐらいの時とかにちょうどいい感じかなと思います。ほんのり香ってくれる感じがいいです、強すぎず。でね、これ今ミストしていったんだけど、2ステップでつけていくのがおすすめっていう話をしたかと思うんですが、こうつけていくセラムもこれ同じ香りなんで、ダブルでつけることでより髪にね匂いが残って、香りが残ってくれるんで、そういうとこがすごく気に入って使ってます。で、ちなみになんだけどね、ちなっちゃうよ。みんなここ読める？読めない人のために私が読み上げると、こちらの香り、清楚で甘美なスウィートフローラルな香り、わかる？清楚で甘美でスウィートでフローラル、はい、みんなも清楚で甘美でスウィートでフローラル、もうどういう状況っていう感じ、すごいモテそうな、そう、でね、全体にねミストしたところで、今私これ濡れた状態で使ってるから分かりづらいと思うんですけど、乾いた状態だと結構分かりやすいかも。やっぱりどんだけ気をつけてケアしててもやっぱりこうちょっと毛先が、乾かした後と毛先が少し開いちゃってなんかすっごい傷んだように見えるっていうのがいつもね、私ロングだから気になるんだけど、このミストした段階でもかなりしっとりまとまって収まってくれるかなっていう感じがします。で、次に2ステップ目、セラムいきたいと思います。次のセラムなんだけど、私のこの髪の長さだと2プッシュか3プッシュぐらいなんで、あえて中間取って 2.5 でいきたいと思います。こんぐらいの量で、見てわかると思うんだけど、こんな感じで結構緩めって言っていいのかな、割とサラッとしてるタイプなんで、すごい伸びがいいです。で、これを手に取って中間から毛先ぐらいに向けて乗せてきます。
じゃあ最後にこう表面を整えるとよりストレートな感じが出るんだって。さっきミストの方は10in1って話をねしたかと思うんですけど、こっちのセラムも同じで 10in1 です。プラスこっちのセラムはオリジナルの機能としてカラーケアがついてるんで、カラーしてる人におすすめです。はい、じゃあ2ステップ目まで行きましたのでね、ドライヤーの方していきたいと思います。はい、ということでドライヤー終わってのスタイルがこんな感じです。香りもねしっかりついてくれてるので、こうロングだとさ、こう風吹いてきました。ちょっと待って、風の演出ちょうだい。このたなびく、この髪から発せられる香り、香水ではない、この程よくこう香ってくる、風に乗って香ってくる、そういう香り、そういうのが大切だと思うの。普通に乾かすよりもやっぱり毛先しっかりまとまってくれてるなと思うし、髪染めてる人ってすごい多いと思うんですけど、髪色が明るくなるとどうしても他の暗いカラーの時の髪よりも傷んでるように見えちゃうかなって思うんで、主にここら辺は髪の毛長い人ってすごいねケアしないといけないと思うんですけど、ミストとねセラム両方使って今回やっていったんですけど、しっかりまとまってくれてよかったです。はい、というわけで今回はこちらの2ステップのおすすめストレートヘアスタイリングを紹介していきました。なんかね動画の中でも言ったけど、香りがねすごいいい香りなんで、そこがすごい気に入ってて、まあダブル付けだとねより香りが髪に残ってくれるかなと思うので、香水つけない派の人とかにもね試してもらえたらなと思います。気になった方はぜひこちらの香り試してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。